立ち姿勢での腕桜型の基本形全日本、柔道系競技大会での局の形と係での腕桜型の基本形腕桜型は、柔道、総合格闘技等における関節技でアームロックの一つ。行動官や国際柔道連盟での正式名、アイフでの別正式名ばら、型、UH 腹がため、アイフ略号歯が、熱姿勢で極める場合もあれば、 立ち姿勢で極める場合もあるが2018年から柔道国際ルールでは両者立ち姿勢で関節技をかけ始めるのは禁止となったので立ち姿勢で極めるのは困難となった相手と同じ向きで極める場合が多いが逆向きで極める場合もあるうつ伏せの相手に極める場合が多いが仰向けの相手に極める場合もある基本型は相手の手首をつかみ同じ側の腕の肘 柔道や古流柔術などの演武では立ち関節儀として披露されることもよくある。堀編聖師の骨董のイベント第1回国宝の祭典でも演武で披露された。格闘技の試合で決まることは滅多にないが、リングスにおいてこの技でボルクハンがエスケープポイントを取ったことがある。肩押さえ体片腕座はうつ伏せの相手と逆を向いた形で相手の右手首を 左脇でハサミ腹で、相手の右肘か、右上腕を圧迫して極める腕座腹型。試合での実例例ドミトリー・ホーネットへマットベース、アイフサイト映像サワンで、相手の右腕を抱えながらの肩車の直後、この技で右肘を極めている。この試合映像が、アイフレイフェリングコーチングセミナー2019で、教材となった。 アイフサイト映像とは異なるカメラ映像も使用されている。柔道 CH、アイフレフェリングコーチングセミナー2019、例2から YouTube 腕たい方は包茎さ方などで相手の右から押さえ込んでいたら相手が左腕を体と体の間に差し入れて逃れようとしてきたときその腕を伸ばし自らの腹で相手の肘を押さえて極める腕座腹方。腕座脇方 腕座足方にも腕座体方と呼ばれる技がある。柔道界では、行動間が、固め技の分類、名称を制定する昭和60年以前は、腹固め、腕座腹方というと、腕座足方の基本型を指す場合が多かった。柔道以外の格闘技界ではその後もそう呼ぶ場合が多い。ありがとうございます。